ございます。スクリーン YouTuber トマスマとヨーちゃんです。はい、というわけで本日は南4日産第一グリーンビル7階ギークスバージャビスさん、はい、というわけで今日2回目のね撮影になりますけども、そうですね、はい、まあ、回が変わったりしてるんで、ね、そうですね、はい、メンバーもちょっと変わったんで増えたんでね、うん、はい、ぜひそちらの方も合わせてやってみたいと思いますね。はい、というわけで本日もあれ行ってみましょうか。あれ行きますか。行きますか。もうなんか寒くて中で撮ってますけどではでは行きます。はい、というわけで7回行きました。行ってみましょう。はい、イベントの目の前です。失礼します。いらっしゃいませ。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。しいします。はい、というわけで本日はギークスバージャビスさんに来てます。いらっしゃいませそこの話、そこの話だけですね、あの本日2回目ということで、はい、あの回数もあと、ね、スタッフの方も変わったりとかして増えたんで、はい、中身のやっぱりあの内装はすごくそのままに近い感じで、まずね、イメージはちょっと違うんですけど、はい、あとは2つ目も悪いんですけど、お店の内容紹介していただけると思いますね。はい、そう、ギークスバージャビスはオタクの女の子しかいないガールズバーです。おおいオタクの女の子っていろんなジャンルの感じのオタクなんですかね。そうですね、はい、あの特にジャンルも縛りがなくて、うん、アニメ、アイドル、はい、特撮ゲーム、コスプレ、声優、オタク、まあ、いろいろいろんなオタクの方がいらっしゃると思うんですけど、はい、そういうなんかオールジャンルのオタクが、はい、うん、とみんなを、うん、今在籍何名ぐらいですか。在籍今7名。はい、そうですね、そうですね、もっとぜひ、はい、募集中で、はい、オタク女子2人、オタク女子よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日揃っているスタッフさんの紹介をよろしくお願いします。そうですね、あの、紹介をしてもらいたいんですけども、はい、そうですね、あのどういうジャンルが得意だよっていうところも言ってもらえれば、うん、きっと、うん、はい、じゃあこっちから行きましょうか。はい、はい、サボです。得意ジャンル、得意ジャンルは、はい、漫画が好きです。アニメも見ます。特撮も好きです。アイドルも好きです。割と幅広い、割とオールジャンルね、うん、幅広い、よろしくお願いします。イエーイ、シャトルシャトルはい、みんな言ったらうまいんです。はいはい、ひさきです。乃木坂と欅坂が好きです。おアイドルオタク。おはい、お願いします。じゃあ、アイドルお願いします。はい、スマーシャオ。僕に得意なジャンルはないんですけど、アニメとか何とか何とか幅広く、幅広く、広くね、下手だな。下手だな。下手だな。はい、とりあえず押しとけって先輩が言ってた。リリーです。好きなものはアイドルとカレーライスです。北海道にはないけどボーボーカレーが好きです。よろしくお願いします。はい、イエーイ。いいですか。はい、どうぞ。いいですか。いいです。ここで締めを、締めを。エピーです。え、得意ジャンル、得意ジャンル、はい、あの一応オーナー店長のエピーです。の特撮、ジョジョの奇妙の冒険、ベルセルクなどのアニメ結構何でも見るし、漫画もめっちゃ読みます。牛島くんも大好きです。モブサイコ最高。いや、イエス。はい、というわけで今日は多分今まで出演してもらった中で一番製造員に近い形でやったー、やってもらってで、はい、い
今までこんなにお店紹介で遠いカメラはない。本当に。ブーちゃんの遠い遠いそう。わっつってめっちゃ聞こえてない。モニカ見えない。なんじゃね。まあ配信の中で今日は何のゲームやりましょう。今日は陣取りゲームをやります。陣取りゲーム。陣取りゲーム。サイコロを2つ使ったゲームなんですけど、はい、陣取りゲームっていうゲームなんですけど、あの数字が2から12までマスがあって、それを2つのサイコロで出た面の数字を埋めていく、で陣を取っていくんですけど、まあ、陣を先に取った人が次の人に取られたら罰ゲーム、うん、まあ、やってみたら分かると思うんですけど、はいはい、最後に陣が埋まるから、先に埋めると不利。そうですね。結構被るので埋まるまで終わらない。今そう人はい、はい、じゃあちょっとなかなか怖いゲームですけどやってみましょう。ではではゲームいってみましょうか。じゃあ行こう。はい、というわけで陣取りゲーム始めたいと思います。はい、はい、勝った人から時計回りくらいなのかそうしましょう、はい、今回の勝負は、はいはい、最後のマスを取ったチームの勝ちです。はい、有利だね。ドルドル TV さんチーム、これはジャビスチーム多い確率的にうちが勝つやつ、うちらが持ってるかどうかですよ。そうそうそう、はい、さあ、それではゲームをやっていきましょう。はい、スタート。最初はグー、じゃんけんぽ、あいこでぽ、おお、あ、最初はグー、じゃんけんぽ、おお、イエーイ、勝利。さあ、では、兄ちゃんから1回目は飲まなくて済むぞ確かに、確かに、確かに振ります。はい、あん、何何何7 7 7おーい、これの犬ですかね。はいはいはい、時計の人、はい、3 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 3
はい、まあ毎回お寿司してる。6です。行きます。はい、ダメダメ。8。8。おお、すごい。これ一番無理だ。じゃあ行きますよ。あっ、お、危ない。ギリギリライン。ギリギリ進めましたね。振ります。はい、なんぼ9。順調では。あれ、かぶってない。うん、今のとこまだね、かぶってない。お皿の展開はかぶったらね。やばいやばい、みんな順当に飲める。いきます。はい、2周目きついな。2周目きつい。4。すごい。おー、すげー。4。みんな持ってる。すごい。10。すげえ。こんなゲームだっけ。こんなゲームだ。こんなゲームだっけ。だってあともう1しかない。え、すげえ。いきます。誰も前に言っちゃうから。もう1回出してみよう。お、6。6。あ、待って。飲みます。
かぶった。トーマス様。まあやだトーマス様。やった。これいいのかな？普通じゃない。こっち。はい。えだ。へい。トーマス。メマ。メマ。あんまりトーマス様。え、うまっ。さすがです。ノリヤマンです。振りまーす。10みりん飲みます飲みます。飲みます。ちー飲めませんのかい。飲めませんのかい。えー、オッケー。あと3分ね。はい、どうも。はい、お願いします。お11、おー、やばい、早い、順調。出るまで回しますか。最後ラスイッチ、これを取ったチームの勝ちだから。そうそう、取ったら多分できる数。おー、出たー、出ましたね。取れる、出たー、これでラビス勝利。やーれに荒れましたね。荒れに荒れてね。こんなに長くなると思わなかったね。場が荒れました、本当に。途中、まあ皆さんね、あのきっとね、見てる人たちは編集でガチガチ切ってますけど、途中ひどかった、本当に。終わんねえの。終わんないね。みんな生きてる。そう、なんか久吉さんがちょっと飲みたいな。ひともっちゃくあった。そう、ひともっちゃくあった。中中方法。ということで、ということで、はい、最後12で締めたベティさんの勝利でございます。チームチョイスおめでとうございます。勝利勝利。トロロン TV が多分負けなんですけど、はい、罰ゲーム何丁か。罰ゲームのお客様がこちらを。あ、出ましたね。いただきます。これ見えてますかね。これが鰹節です。鰹節、鰹節って言えばいいです。花鰹です。花鰹なんですね。有名なこちらを。そうなんですよ。ただこれ一つなんで、どっちがやるかをサイコロで決めたいと思います。あ、そういうことですか。サイコロの目の大きい方でやりたいと思います。目の大きい方。はい、言い出しっぺが負けんだぞ。この時はじゃあ、これはもう活躍してないんです。いやいや、このまま最後見方をスッと開けるんだ。最後見方を試合を大体仲間割れし終わるんで。そうそう、とりあえずじゃんけんしよう。じゃんけん。もうブラッシュもうやばい、もう息が合ってない。よし、最初はグーじゃんけん、おい、よっしゃい。これ先方バックからね。はい、6を持ったまま。6、6、モナキさん6です。トラウマの数字になっちゃった。では、いきますよ。7。だから言ったでしょ。だから言ったでしょ。まさか最近言い出しっぺが負けるんですよ。そうだ、そう、最近ね、俺勝ってんのずっと。俺負けてるね。では行きます。お願いします。絶対盗んだやつだこれ。いってらっしゃい。ラララララム、ラララララム、すごい。ラララララリンのマナちゃん、やなっちゃラララララム、ラララララム、ラララララリンのマナちゃん。ふぅー、カツオ節回っちゃってる。雪が降ったね。冬が始まった。どうでした、どうでした。膨らむの入っていかない。ふわってなって、カツオの匂いがいっぱいになって。いい出してますね。え、ほんとね、トマ様いい出しです。もうほんと今日ね、今日も負けました。ということで、ジャビスチームの勝利。ありがとうございます。バイバイ。はい、はい、というわけでね、ゲームも終わって、どうだったでしょうか、これね。こういうゲームはね、なんかこう、分かってる人がやっぱ勝つのかなって、どこもあるし、俺も結構あれだったんで。
そうね。適当ですね。いや、持ってるやつが勝つ。そうなんですよ、そうなんですよ、やっぱりね。そう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 。次回またこのドイツでこうプライベートみたいな。マジかよ。きっとこのゲームが流行るでしょう。あ、流行る。飲みたがり大歓迎。というわけで、本日ですね、動画を見て来てもらった新規のお客様に点があれば、ぜひ使ってみるんですけど、うちで出してるピンクのテキーラがあるんですけど、この赤ワインのカルデ熟成したおすすめのテキーラを見てきてくださった方には、はい、ショットで一杯サービスします。イエーイ。めっちゃ美味しいです、うん、めっちゃ美味しいです。ということで、これを見てくれたお客さん、新規のお客さんに、そのピンク色のテキーラをプレゼント、プレゼント1杯プレゼントっていうところで、見てきたよっていうキーワードがきっとあればいいなと思うんですけど、あ、だから例えばコースとかでもいいし、そうですね、はい、完全に今2週目になって、はい、他のお店さんも撮ってますが、ドルドル TV 見たよ、じゃあつまらないんで、ちょっとひねって、キーワードは、ポップンカー、ポップンカー、ポップンカー、はい、ここでね、ピンク色のテキーラで、おいしいやつ買いますので、ぜひ、言ってみてください。皆さん、きっと、ツイッターとかやってるとは思うんですけど、皆さん、やってます？はい。各人それぞれやってます？はい。皆さんの動向もね、ちょっとね、はい、今日出勤しているとかも多分、はい、見れると思うので、はい、まあツイッターの方も情報を見ながら、はい、下の概要欄の方から、はい、持ってますので、別にツイッターで持ってますので登録してください。フォローしてね。フォローしてね。はい、そうですね。はい。ね、それ道路工事だから感じです。はい、というわけで以上、本日はギークスバージャミスさんからでした。したっけー。ポップカー。ポップカー。